ほえよ。その流れ、うわー、うわ、うわ、うわ、お前たちの強さは認めよう。だがしかし、私に勝てるかな。もはや闘技場のエキスビションマッチか。DQ8 の自分のチームと対決してんのか、お前は。サライアンチームの相手だ。結果を残したホイミングレイス VS。ホイミングレイスオーナーバトルロード S ランク、老朽戦士、ライアンの登場です。ライアンって何今の。さあ、お互いホイミスライムがいるチーム。どちらがね、まさか。ライアンからしてもちょっと負けられない一戦というものありきりですよ、これ。行きましょう。さあ、筋からで勝負だ。まあ、ライアンからしてもね、まさか自分の組んだチームがここまで活躍するとは思わなかったでしょう。ははとも殴りお前、今かよ、出すの。さあ、ホイミンが張り切っておりますね。さあ、唯一違うテーマね、さまよい鎧というものがいます。ああ、そうだな。やっぱギガンテス。ギガンテスが基本的に今度は狙われる。こっちの狙いはホイミンです。打撃小弱点。オッケー、打撃小弱点のホイミン殴っていって、せーので、はい、うわぁ、開始みたいなもんよ、実際。事実上、開始の一撃だな、もう430は。こちらもとも上もどっちがどっちかわからない。どっちがどっちかわからないな、これ。さあ、ライアン。問題はこいつ強いんだよな。なんだかんだね、大魔王への打点になっていたのはこの歴戦の技なんですよ。いや、強すぎない。強いな。いや、本当に強い。さあ、こちらも誰に行く？突進してきます。ホイミンだ。よいしょ。うわ、マジでか。ワンチャンもう2ターンで終わっちゃうよ、これ。2ターンで終わっちゃいますね。モンスターマスターの違いとしてホイミンスライムの素早さが全然違うからね。と言いつつ、なぜ向こうが動いたのか僕には分かりません。ホイミン、これで遅延が完了しましたね。さあ、辻から殴っていけるか。ホイミスライム大事。爆裂剣がね、いい回心率で出てると思いますよ。どどどどどどど、せーの、はい。マジでこれもう2体当てるだけで勝ちですよ。あ、でもどうだろう、避けるからね、ホイミン。ホイミスライムのホイミンチーム、ちょっと待って。ホイミスライムのホイミンは、もう自分使用時と違い、回避率が 15% なんで、かなり避ける部位。つか、それに何回助けられたか僕にもわかりません。はい。なので、次、今、参り、デュラハンが、ドラムクラッシュを選んでるんですよ。ということは、それを、避ければ、ライアンチームはもちろん思わんちゃう。え、もし、ちなみに避けなかったとしたら、ライアンチームは一体何だったのかという話になります。おお、避けてるわ、ジョニーが。ジョニーが避けとるから。さあ、ジョニー避けました。6% の方が避けんのは、まさかの。さあ、ジョニーが避けましたよ。気合のジョニーステップ避けました。はい、避けましたね。まだまだこの戦い分かりません。おっと、デュラ始めました。今度は逃がさんよ。ライアンチーム、ライアンチームが圧倒的やんか。君たち、いい魔物を連れてるね。僕と友達にならないかい？ということで、召喚したんですけど、あ、来た来た、よかった、よかった。ちょっとロード投げよ。来ました、伝説の魔物使い。ライアンの仇を討つべく、全然違うところから出身。同じモンスターマスター同士、負けられない試合が期待できます。これは一体何をしているんだ？よく比喩されるのとして、伝説の魔物使いは、自分で使うと、ま、レジェンドヒールの中ではかなり最強格レベルですね。HP が2917というね、破格の数値にね、安定した性能のアタッカーのピエールとゲレゲレ。まあ、それだけでもう強いっす。はい。今回はですね、レジェンドヒーローでライアン戦おうと思う結果見えるんですよ、大体。代理として戦おうと思います。それはもう、レジェンドヒーローチームではないのではというツッコミが来そうですけど、無視してください。さあ、ホイミンね、ライアンチーム、ホイミングレイスとしてね、ちょっとね、レジェンドヒーロー伝説の魔使いに挑んでみたいと思います。まあ、筋からの勝負ですよね。まあ、デューラとギガンテスの、この打点がね、えげつないんで、火力の押し合いになるのかな。こっちは爆地力あるからね。ほい！そうですよ、さっき、エスターク戦でね、あんなにピロリを連打したり、回収を連打したね。こっちはね、もう破壊力、もう爆発力あるんでね。え、向こうですか？安定性がありますね、こちらには。安定性がありますね、はい。ドラゴンの息はこれクソ強いですね、はい。ドラゴンの息はクソ強いんで、これでどうなるか。マイリーが69か。ジュラハンが69に経験してくれるのはありがたいな、すごく。
さあ、どんだけ追いつけるか、会心打点ドカン出れば、こっちはもう、会心ダメージがいげつないですからね。はい。モンスターマスターの。いけ、せーのって、はい。いやー、さっきライアンチームに全力使いすぎたんじゃねえかな感が。あ、やばい、それやばい、あー、335グラム。ホイミンが結構食らうからな。自分仕様の場合って、おなんかすごいとこ行ったね、デューラー。はい。デューラーすごいとこ行きやがった。いや、会心出してほしかったな、それやったら。いけーい、いやいや、本当にすごいな。あれ、火力だったらもしかしたら追いつける、ワンチャン走れば追いつけるということなのね、これ。だってもう、HP はだいぶ追いついてるみたいなもんだよね。これワンチャンありますよ。ライアン代行、ホイミングレイス。ワンチャンあります。なぜか、伝説の桃の使いチームが全然ピロリを行わないことが私は気になります。さあ、素早さ的に言えば、圧倒的向こうの方が有利ですよ。素早さ的に言えばな。おっと、相手の攻撃これワンピロリであれば。さあ、ギガンテスとホイミスタイムが避けるかもしれません。今日は持ってる、避けなくても普通に筋金で負けてんじゃねえかよ。レジェンドヒーロー対決と聞いてね。この方もやってきまいりました。HP がレライアンと並んでしまっているという、ちょっと悲しげな、一人で戦場にやってきた女の子。さあ、女の子をボコそうと思います。よろしくお願いします。ライアンがレジェンドヒーロー最弱と言われるゆえんですけど、バーバラは HP が低い代わりに、まあ、回避率がギズモ並みに高いと。で、プチマダンテという安定した火力があるんですよね。対人戦だけで置いたら確かにバーバラの方が優位が取れるかもしれません。さあ、その中でね、レジェンドヒーローライアンの代行、ホイミングです。もう代行ですよね、いろいろとおかしな気がするんだよな、俺は。さあ、どうだろう、バーバラ避けるよ。さあ、バーバラをどこどこ殴っていく。いやー、打撃耐性あんだよね、そう、忘れた。バーバラって実はね、この見た目のくせに打撃耐性ありおります。この女の子のどこに打撃耐性があるのかよくわかりませんけど、打撃耐性があります。割としかも強めの打撃耐性あるな、君。割としかも強めの打撃耐性あるよね。さあ、プチマダンできました。このね、この、ローアングルから、はい、うわーって、ぐわー、これ3発で死ぬ。3発で死にますね。いや、これ、ホイミでちょっと確定数ずらすか。おー、ホイミでちょっと確定数ずらそっか。もう、バーバラの月光は見ないことにしてあげてください。基本的に見ない方がいいです。その、大して強くはないんで。月光を使うタイミングってどこみたいな。まあ、確かに、今回のこっちのパーティーって、打撃しかないですよね。本当に打撃しかないです。なんで、まあ、仁王立ちだと月光も刺さるかもしんないけど、まあ、プチマダンテで確定3発みたいなところありますからね。うぅふぃもう楽しそうに飛んでくるよ、君たちは。いちいち。てか、バーバラの打撃耐性そんな硬いの？ま、この生足硬えぞ。この生足硬え。え、生足硬えな、お前。頑張れ！いける！ほら、行くぜ！ああ！さあ、いよいよ回避された。ついに、いよいよ回避されてまた。ホイミでチームを。ホイミを絡めれば、プチマダンテ、あと一発なら。あ、いいね、いい。ホイミを絡めて、2発絡めて、はい、2発絡めの、ホイミスライムのいいとこ見せちゃうんよ。唯一無二だよ。唯一無二ですよ。あー、バーバラに避けられてる、バーバラに。あかん、もう避けられ始めた。もうダメだ。いや、ここもらったら耐える。ここは耐えるんだ、ここは。いや、ここは避けれるからね。うん、大丈夫。ここはまだ耐えれるよ、ですよ。次のターンに、みんなで頑張りましょう。ちょっと、ライアン代行頑張れちょっと、ライアン代行頑張って頼む、頼む。頑張れ。ほら、行くぜまだな、まだ。ライアン代行頑張って。これ、ライアンチームがまだ勝負できたら、つばぜり合いとかあるんだったら。いや、こっからさ、走り出せばワンチャンあるな。まだ。配信。こっちは爆発力あるからね。すごい爆発力あるんでね。いや、爆発パワーボンバー頑張れ、パワーボンバー感あるな。本当に。回心に全て期待するっちゅうのも、もうダメだ、これ。いや、ギガンツの回心が確か700くらいで取ったから、おっと、相手の攻撃。もうバーバラからしたらただの大掃除じゃねえかよ、これ。スピンも使ってねえんだから、うわあら、まあ、綺麗に負けてますね。
レジェンドヒーローでアホほど使われて乱入で泣いたやつは何人いるでしょうか。そう、やっぱりこの方ですよね。レジェンドヒーロー最強といえば、レジェンドヒーローといえば最強はもうこいつだと思うんだ。俺のチャンネルではライアン以下なんだけどね、君は。まあ自分で使うとかなりの強さを誇る伝説の勇者。もう臨戦態勢がすげえな。かなり乱入態勢でもね、急にライアンジャジャしてきて何をするかと思えばこいつできますからね。本当に強かった。うん。憎くてね、ドルマスゲンしちゃった思いでしかないんですけど。そんなわけで伝説の勇者です。レジェンドヒーロー最強ですね。伝説の魔物使いと並んで、まあ強いと。まあ言ってしまえば、ただし、このチャンネルではひどい目に遭ってますね、割と。さあ、どうなんでしょうか。ただ、ちょっときついと思う。正直、伝説の勇者が打撃耐性を持っているのと、盾持ってるんですよ、こいつ。なので、筋からで勝負した。ほら、こういうことですね。はい。はい、こういうこと。そうそうそう、もうきついもん。盾を持っている。そして、こっちは打撃しかないんですよ、言っちゃえば。だから、筋から的に、もうきつい。だって、ギガンテスでしょ？はい、ああ、もうダメだ、これ。これダメ。これは、まずい。これ、本当にダメだね。バーバラは当てればよかったの。これは当てても打撃対されるし、ガードもされるんだ。おう、どうするこれ。マジでどうすんのこれ。同じ、なんか打撃耐性を持って盾持ってる存在としてはですね、まあライアンもいたんですよ。ライアンの場合、横のホイミスライムやジョニーに攻撃どうしても行ってしまうんで、盾が目立たないんですよ、本当に。うん。まあ、これ筋からで負けだろ。これひでえなー。やっぱライオンチームはライオンチームなのかな。ライトウィッチ入れた方がいいんじゃないか。ちょっとライトウィッチに変えるか。バレへんかな。1体ぐらい変えてもバレへんかな。ちょっとライオンチームちょっとさ、ピンクの鎧っぽくちょっと死神の騎士とかさ、ライトウィッチとかに変えてみない。多分バレへんで。さ、デインブレイクもこれやばいと思うんだよ。はい。やめてよ、ちょっと死ぬって。え、きつくね。え、なにこれ。え、なにこのゲーム。もう蹂躙じゃん。え、蹂躙されてない。ちょっとさ、所詮ちょっとのさ、ひっくり返してみせよう、ここから。デインブレイクでもう死じゃん。やばいやばいやばい、ちょっと待って、早い早い、欲しいの腕場つけないで。勇者の欲しいの腕場が発動しました。ちょっと、頑張れライアン。もうひどいぞ、これ。レジェンドヒーローとの戦いということで、ちょっとなんか気になった方がいらっしゃるんですよ。ほいむ、レジェンドヒーロー同士の対決か。ちょっと腕が鳴るわいと。レジェンドと最強といえば、はい、レジェンドと最強、ウルトラマンです。なんでそうなったの。まあ全てにおいて厳しい戦いというか、 SP はね、さすがにこの戦い SP 使ってもさ、いいけどさ、じゃあ SP 何使うかって、光の玉で勇気早ためしかないわけですよ。とどめの一撃打たないときついから。またはゴリ押すかですよ。はい。ただ、じゃあゴリ押せますって。レジェンドヒーロー同士の戦いにやってくんだよ、こんなもの。使われた、使われた。正直使われましたよ。伝説の勇者みたいに使われましたよ。デイン、なんでかって言いますよ。デインがギガンテス言って、弱点取られるからです。ほら、見てみーさ。終わった。もうこのチームって、無道チームっていうのは、切り裂きピエロのデイン打点が弱点でついたら、もう負けです。悪夢でね、もう寝るのも問題です。はい、やだこの子、やだもう。どうしようもねえぞ、どうしようもねえなお前。あれスタグルキあんなにバー鳴ってたのに、スタグル時であんなにバー鳴ってたのに、あの時の会心もなんか、ああマイリ君もダメだ。雷呪文弱点が2体。どうあがいても無理な気がしてきた。これはやばい。こらひどいぞ。マジでどうしようもねえな。どうしようもねえな、これ。魔王は勇気の溜まりがね、モーマスよりちょっとだけほんの少し早いのもありますし、ホイミで遅延しても実は意味がありません。進化の表を使って勇気の総裁持ってったことでって話なんで、まあ、割とね、いろんなチームが、てか、割と、無道チームっていうものが悪いというか、こいつがそもそも、なんか大半のチームの9割、9割型のチームを殺してくるんですよね、こいつって。はい。早く無道。ああ、避けてる。避けてるけど、もうダメだ、もう。ああ、ギガンツが何もできねえ。ずっと封殺されてるし。
悪夢が強すぎるしね、もうマジでちょっとどうしようもない。9割方のチームを殺しに来てる。ムドウに対するメタっていうのもなかなかないんですよ、ぶっちゃけ言ったら。ムドウに対するメタを張ろうと思ったら風属性の攻撃しかないし、じゃあ風属性の攻撃でじゃあ戦えるのって言ったらデインで撃ち抜かれるし、マジで割とどうしようもないと思う。はい、レジェンド魔王っていうか、レジェンドどころかもうそのチーム全体見てもかなり強い部類に入ってくるんですけど、こいつってムドウってムドウって言っちゃえばなんか、まあ、全チームで見てもなんかもうトップクラスというかこんなものを実装するなよと思いましたけどね。もう最終期だからしゃあないにしても、いくら後出しのチームと後出しといってもこれはひどい。おお、マイリーがここで見せました。いよいよ反逆の意思を見せる時やってきましたよ。いよいよね、反逆するか、いけ反逆するか、魔物たちの反逆だ。問題はメラゾーマ、これホイミンとギガンテス燃えるんですよ。悪夢よりダメージ食らう。デュラハンに全てかかってんね。デュラハン頼む、軽減してくれ。せーの、ドン、うやん。デュラハン軽減はしてんだ。デュラハン火の呪文に強いはずなんだが、頑張れ。反逆するか、反逆できねえって、これ反逆で、え、待って、え、ギリギリ耐える、大丈夫、ギリギリ耐えるよ、まだギリギリ耐える、まだギリギリ耐える。その後どうする。あ、まだこのターン耐えた、生きながらえたでさあ生きながらえることができました。で、で、頼れるの誰だろう。いけないやん。もう無理やんか。何を考えてるの。ここでなんと我が主は助けに来てくれました。任せなさい、この私に防げぬもの何者もなし、体を入って受け取れようと。ライアンはライアンだったか。